2019年7月2日。ただいまはですね、なぜかこうマイクのアイコンが消えていないので、まあ入っているのかなと思います。ただね、やっぱり音量がわからない、音量メーターが出ないので、ちょっと、そこがね、改善されるといいなと、ちょっと思いつつですね、本日も18思略を読んでいきます。思ったより読めないですね。まあ、そんなもん。ただいまは三国時代です。18思略、牧野さん、三国。義州から始まります。ここは宋永のことですね。第3代、宋永、第3代、第2代か。義州、征夷、どこを好む？これより先、すでに巨匠級を治む。後また、洛陽級を作り、長安の小挙、宅田、同人、小路盤を洛陽に移す。盤折れて、声数十里に聞こゆ。同人な思うくて、思うしてい、いたすべからず、すなわち、大いに道を発し、同人、二をいて、柴門外に列座せしめ、号して王中という。道山を法輪苑に起こし、雑木全草を植え、金城を捕らえてそのうちに達す。勇むる者皆入れず。義手は生まれつき土木工事が好きであった。以前に巨匠級を修繕し、後にまた、洛陽級を築き、長安にあった、小挙、宅田、同人、小路盤を洛陽に移そうとした。その時、小路盤が折れて、その音が数十里も聞こえたということである。同人は重くて運べないので、大いに胴を挑発して新しく同人2体を鋳造し、柴門の外に並べ置き、王中と呼ばせた。畜産を法輪苑の中に作って、種々の木や得難い草を植え、珍しい鳥獣を捕らえてその中に放った。臣下はいろいろと歓迎したが、帝は全然聞き入れなかった。注釈、巨匠は河南省ですね。それから、小挙、宅田、同人。小挙は金および金を釣る台。宅田は、ラクダの異名。ここでは門前に立てる獣像、獣の像、同人は金人に同じ、金属製の人間像、いずれも秦の始皇帝の鋳造したもの。ありましたね、そんなのね。小路盤、小路盤は漢の武帝が建章宮に建てた銅板、官路を受けるために設けたもの。蘭台のあたりでしたっけ。続きまいります。義州病あり、芝居を召して入朝せしめ、曹操をもって大将軍となす。義州 A、蘇す。征夷14年、改元すること3。大化、青龍、慶初という古法を立つ。これを掃射小龍の令公となす。法、8歳にして位につく。芝居曹操、位称を受けて政を助く。位を大夫となす。その後、義手が病気になった。芝居を呼んで入朝させ、曹操を大将軍にした。翌年、義手 A が死んだ。帝位を占掌すること14年。征夷14年。やっぱりうまいな、書き方が。年号を改めること、三度で、大は青龍、慶初といった。この方が立った。これを掃射の小龍の令公という。法は8歳で即位した。芝居と曹操が遺言によって政を、補佐した。芝居は大夫となった。続けていきます。漢は丞相令、すでに滅びしより、荘園政をなす。要便縁をそしって曰く、事をなすことを買い替えたり、
前人に及ばずと、あるいは瓶を水地せんと乞う、縁曰く、我実に前人にしかず、押すべきなしと、縁出す、非当院祭りごとをなす、公領にして、中を尽くす、院出す、教位、非と並びに祭りごとをなす。官では、上昇の領、諸葛亮が亡くなってから、松園が政治を取ったが、陽敏が松園をそしって、彼は政治をするのに心が混乱していて、とても先の諸葛公には及ばないと言った。ある人がこれを聞いて、敏を取り調べて処刑するよう松園に乞うた。松園は、私は本当に諸葛公には及ばない。それは事実だから処罰のしようがないと言った。松園が死ぬと、非当院が政治に当たった。共に公明誠実でよく忠義を尽くした。当院が亡くなると、教委と非委が協力して政治を取った。注釈ですね。ことをなすこと、懐懐たり。立身弁に、尊いという字ですね。懐懐で心の乱れる様。それから、瓶を水地せん。水地押して収める、取り調べて刑罰に処することという意味。それから続きいきます。技能曹操。強者にして道なし、芝居これを殺す。異技能上昇となり、給食を食わうれども受けず。曹の党の加工派、職に走る。脅威これに問うて曰く、異祭りごとを得たり。また、征伐の志ありやいないやと、派曰く、彼家門を営利して、いまだ他のことにいとまらず。正式というものあり、若しといえども、もし調整を関せば五色の憂いならんと。技能曹操は強者でとどまるところがなかった。そこで芝居は曹操を殺して技能上昇となった。天使から九つの品々を賜ったが受けなかった。曹操派の加工派は曹操が殺されたので職に逃げた。職の将軍脅威が派に尋ね、芝居は政権を獲得したが、他国を征伐する意思があるかどうかと。加工派が言うには、彼は一家一門の繁栄に悪せくしていて、他国のことまで手が回りかねております。しかし正式というものがおります。まだ若年ではありますが、もし彼が朝政に預かるようになりますと、呉や職にとって心配の種になるでありましょうと。注釈。九釈とは、天使から勲功あるものに特に賜る九つの品、いわば衣服、楽器、朱古、赤い戸ですね、納兵、納めるという字に、兵は陛下の兵ですね、古本、儀仗兵、儀仗兵というか、近衛の古本ですね、それから弓矢、不悦、巨長、巨長はですね、難しい字ですね。乃木編に巨人の巨で巨。蝶はですね、これはどう言ったらいいんだろう。箱構えに、バッテンを書いて点々を書くやつ。何と言ったらいいんだろう。それに、カタカナの火ですね。これは何だ。なんか食器かなんかでしたっけ。なんか違うような気がするな。さて、それからですね、続きいきます。義の芝居出す、その子死をもって武軍大将軍となし、少々のことを録せしむ。義の芝居が亡くなった、その子の死を武軍大将軍として少々の事務を取らせた。武軍大将軍というのは官名で、武軍、陳武の武ですね。一軍を愛部徒得するという意味。次、五種祖数、送りなして太皇帝という子領立つ。五種の剣がなくなった、送り直して太皇帝といった。この領が立った。次、官の日、披露を愛して疑わず、公人これを刺し殺す、脅威ことを持ち、しばしば兵を出して義を責む。官の大将軍の日は、広く人を愛して疑う
ということがなかった。そのため義の公人、将軍、これは各順って読むんですかね、各トンかもしれませんが、まあ義から下ってきた人ですね、に暗殺された。そこで脅威が変わって政治を行い、たびたび兵を出して義を攻撃した。次、魏の吏報、しばしば魏首の召すところとなる、しばしその己を義するところを知ってこれを殺す。魏首平らかならず、左右士を忠誠ことを進む。魏首あえて発せず、し魏首を廃す。位を遷すること16年、元を改めること2、正史貨幣という、し後期恐慌を迎立す。これを廃帝となす。名は亡。文帝の孫にして、明帝の甥なり。年17にして位につく。まあ、いずれも若いですね。双方は8歳で位についてますから、まあ、24、続き、訳文いきます。魏の吏報がたびたび魏首に召されて何か密談をしていた。しばしば自分のことをかれこれ言っているのだと邪推をして、吏報を殺してしまった。魏首は心中穏やかでなかった。左右の者はしばしを忠するよう勧めたが、魏首は実行しかねていた。しばしは奇戦を制して魏首を廃して西王にしてしまった。魏首は位を占勝すること16年、年号を改めること2回で正史貨幣と言った。しばしは後期恐慌を迎え立てた。これが廃帝である。名は亡といい文帝の孫で、明帝の甥にあたる。14歳で即位した。後期恐慌の後期な方とかの後期ですが、ユウの名前ですね。今の三河北省にあった。恐慌は三国、魏の姓、王の諸子の侯爵の名。それから文帝は宗妃ですね。それから明帝の孫ってありました。明帝っていうのが宗妃の子ですね。それから続きいきますか。幼州の都督、武丘県、獅子文金、兵を起こして、しばしを撃つ、し撃ってこれを破る、し出す。いかんいかんいかん。弟の将、大将軍となり、少々のことを録す、すでにして大都督となり、公へと駆る。幼州の都督、諸葛丹、兵を起こして将を撃つ、将これを攻め殺す、将、小国となり、秦侯に奉ぜらる、厩爵を加うれども受けず。司馬一族はすごいね。魏の幼州の都督の武丘県と、獅子の文金が兵を起こして司馬氏を討ったが、氏はこれを打ち破った。やがて司馬氏が死んで、弟の将が大将軍となり、少将の事務を取った。間もなく大都督となり、天子の持つべき光悦、黄色のまさかりと書きますが、を借りるという専横を働いた。幼州の都督諸葛丹は兵を起こして司馬将を討ったが、司馬将は逆にこれを攻め殺してしまった。将は宰相となり、秦侯に奉ぜられた。厩爵、すなわち特攻ある者に天子の賜る九品を加えられたが、受けなかった。ここで光悦を狩るとなってますね。借りると。借りるっていうか、仮免許とかの借りですね。光悦は黄金で、黄金で飾った大斧、天子の征伐に用いるもので、都督の持つべきものでないから狩るという。なるほど。呉州、梁、政を自らす。しばしば中書に入れて、大抵の時の給仕を見る。かって成敗を喰らいて、蜜を求む。蜜中に阻止あり。草履を求めて、到底曰く、あ、もとい。草履を召して到底曰く、黄門、汝より蜜を求めしかと、李曰く、先に求めしもあえて与えざりきと、黄門、服せず、阻止を破らしむ。
市中乾く、よって大将して曰く、もしし、先より密中にあらば、中外ともに潤わん。今、外潤い、内乾く、必ず拷問のなすところならんと。これをなじれば、果たして服せり、左右驚きをののく、大将軍尊鎮、その難問するところ、王家をもって病と称して調せず。兵をもって宮を囲み、領を廃して会計王となし、牢屋王宮を迎え立つ、宮立つ、鎮をもって上昇となす。鎮また神君に礼なし、ついに忠せらる。五種の領は、自ら政治を行い、たびたび中書省に出向いて、大抵の時代の古い天候を取り調べた。ある時、生梅を食べたが、酸味を和らげるため、宦官に蜜を探して持ってこいと言うと、中にネズミの糞があった。そこで、蔵役人を召し出して、宦官がお前に蜜をくれと頼んだことがありはしなかったかと尋ねると、前にくれと申しましたが、私は与えることはしませんでしたと答えた。すぐ宦官を呼び出して問いただしたが、宦官は白状しなかった。そこでネズミの糞を2つに割らせてみると、中は乾いていた。亮は大笑いをして、もしこの糞が前から蜜の中にあったのなら、中も外も湿っているはずである。ところが、外は湿っているのに中が乾いているのは、必ず宦官の仕業に違いない。と言って、さらに宦官を詰問してみると、果たして恐れ入った。左右の謹慎は、領の明察に驚いて震え上がった。大将軍の孫鎮は、領にしばしば難問を吹きかけられるので、とうとう病気と称して参上しなくなった。ついには兵を差し向けて宮中を包囲し、領を廃して会計王とし、牢屋王の宮を迎えて王位につかせた。宮が立って孫鎮を上将にした。鎮は神君に対しても無礼を働いたので、ついに忠せられた。ちょっと注釈いきますね。大抵っていうのが太閤帝で、孫権のことですね。それから、祖師、ネズミの矢って書いてあるんですけど、この死っていうのが、糞のことなんですけど、死って死尿の死なんだと思うんですね、きっとね。確か、死期の、誰でしたっけ、楽器じゃなくて、林少女と仲が初めは悪かった人、あの人のところで出てきた気がする。それでですね、黄門黄色い門っていうのは、宦官の衣装、五冠の時に宦官に宮門を監視させてからの章である。宮上の章門は黄色に塗ってあるので、この名がついた。さて、続き。なんかやっぱりあんまり目端が効いて、それでそういう場合に寛容性がなくなるっていうことが、セットで来ると、ちょっとまずいですね。まずいっていうか、やっぱり賢い人がバカのふりをすることはできるけど、バカはバカだからね。バカな人が賢いふりはできないからね。置いといて、魏州某意見非に猿を見て、その怒りに耐えず、曰く、柴将の心は魯迅も知るところなりと、殿中の宿営相当感動を率いて呼相していで将を忠誠と推す。いやー、この子、やっぱ子供ですね。やっぱこの辺り、置いといて、将の党家従一手義手と戦い、正々、矛を抜いて、魏州棒を刺す、釈迦に落つ、垂廃して、諸人となす、遷位7年、改元することに、正言、甘露という、柴将、浄土教皇、
功を迎えたつ、これを義の現行定となす。浄土教皇限定、浄土教皇限定、浄土教皇現行定、初めの名は公、猿翁、鵜の子、僧の孫なり、年15にして即位す、名を冠と改む。義手の坊は、朝廷の権威が日増しに衰えるのを見て、怒りに耐えられないで、司馬相の帝位を奪おうとする下心は、道行く人でもよく知っていると言って、殿中の宿直、護衛の武士や、小役人、同牧などを引き連れて、太鼓を叩き、大声を上げて打って出て、司馬相を殺そうと、中そうとした。将の刀人の家中は、宮中に行って義手と戦った。それと一味の政僧、政政が、の矛を抜いて、義手の棒を刺した。義手は車から転げ落ちて死んだ。将はこれを追廃して諸人に下げた。義手は位を占掌すること7年、戒厳すること2度で、正厳、甘露といった。司馬相は浄土教皇光を迎え立てた。これが、義の現行定である。浄土教皇現行定は、初めの名を光といい、猿翁、鵜の子で、曹操の孫にあたる、年15で即位し、名を冠と改めた。なるほど。注釈をいきます。宿営とは、殿内の宿直護衛の士、それから曹操、青い頭というのが、雑兵や奴隷の類、青い頭巾で頭を包むので、こういう。それから、冠、道というのが官庁の給仕のこと。それから釈迦に乙、隕石の隕ですか、川根辺に全員の隕。ここでは車から落ちるという意味と死ぬという意味を兼ねている。次に追廃、追廃、追って廃する、だから死んだ後に帝位を廃すること。次、官の脅威、しばしば義を討つ。司馬相これを憂い、当該紹介をして、兵に将として行って功せしむ。甲斐は野国、羅国、四国より官庁に赴き、外は適道より官庁、東庁に赴き、もって脅威を呈す。甲斐すでに官庁にいるしと聞き、兵を率いて東庁より帰る。外これを追奨して大いに叩こう。敗走し、かえって剣閣を守り、もって甲斐を防ぐ。外進んで隠蔽に至り、無人の地を行くこと700里、山をうがって道を通じ、侠郭を造作す。山高を谷深し、外線を持って自ら包み、水転して下る。少子、皆木によじ、外により御官して進む。公有に至る、書を持って官の書、書書頑張る私。官の将、諸葛遷をいざのう。遷、その使いを切り、陣を面竹に列して、持って待つ。排斥す、官の将軍、諸葛遷、これに死す。遷の子、将曰く、不死国の重恩を担う。早う、功かと切らず、国を破り、民を転せしむ。持っていくるも、何をかなさんと。馬に鞭打ち、陣を犯して死す。官の脅威はたびたび義を攻撃した。義の司馬相はこれを心配し、当該と鍾馗の2人を将軍として官に攻め込ませた。鍾馗は野国、羅国、四五国から漢中に進み、当該は適道から漢州、東中に進んで脅威の軍を生成した。脅威は鍾馗がすでに漢中に入ったと聞いて、兵を引きまとめて東中から引き返そうとした。当該はこれを追跡して大いに戦った。脅威は敗走し、かえって剣閣の剣を守り、鍾馗の軍を防御した。一方、当該の軍は進んで隠蔽に到着した。無人の地を行くこと700里、山を掘って道をつけ、架け橋を架設して進撃した。山が高く、谷が深く、道のつけようのないところでは、外は盲線で自分の体を包み、人に押させて転がるようにして降りた。
他の尚氏も皆木によじたり崖にすがったり魚を串刺しにしたように 面白いですね。一列になって魚貫して進むですね、一列になって進んだ。かくして公湯につき書面を持って官の諸葛丹、この人が諸葛亮の子供、諸葛仙ですね、ごめんなさい、諸葛仙、諸葛仙を誘って降参させようとした。仙は怒ってその使者を切り、陣を綿竹に張って敵を待ったが大敗北し、漢の将軍諸葛仙は戦死した。仙の子の将は、私ども父子は国家の重恩を被っている。早く国賊、高校、これ宦官ですね、高校帝に調されて、後にですね、調されて中正寺となった宦官。中正寺って一番初め中正寺で始まってますよね、確か三国志は。戦恩を極め、漢の国の滅びるもとを作った。その公綱を切らなかったために国家を敗亡させ、人民を絶やす結果となった。もはや生きても何の甲斐があろうかと言って、馬に鞭打ち、敵陣に切り入って戦死した。なんか諸葛亮はともかく、なんかいきなりこう、なんかパワーダウンしたというか、息子たちもあまりいいとこがないですね。さて、注釈を入れます。この夜国、羅国、死後国はいずれも陝西省、蜀の要害の地であった。それから、脅威を呈す、呈つづるという字ですが、敵軍を引きつけて自由にさせないこと。それから次ですね、追従、追従して大いに戦う、後から追いかける。それから御官して進むね、魚を連ねて串に刺したように一列になって進むこと。陳を犯して死すの陳は陣ですね。官人、官費と義兵のにわかに至るを思わず、城主をなさず、すなわち使いを使わして侍女を法是しめ、害に至ってくだる。孔子、北地王陣怒って曰く、もし利極まり力尽くして加配まさに及ばんとせば、すなわちまさに不死君臣、死老せにして一戦し、同じゅう社食に死し、もって先帝にまみえてかなるべし、いかんぞくだらんと手聞かず。仁勝烈の病に酷使、まず宰相を殺して後に自殺せり。害生徒に至る、帝いでて下る、義法じて安楽公となす。帝位にあること、41年、元を改むることし、建康延喜、慶応延光という右皇帝の元年一日より、皇帝前の延光吉備に至るまですべて26帝、通じて469年にして漢滅びたり。なるほどね。漢では義兵がこんなに、急に攻め込んでくるとは思わなかったので、城の守りをしていなかった。そこで帝は使者に陰陣を持たせ、当該の陣に至って降伏を伝えさせた。孔子の北地王陣はそれを見て大いに怒って、もし道理が行き詰まり力が尽き果てて国家に加害敗北が及ぼうとした際には、不死君臣死老せに一戦し、こぞって国家のために討ち死にをして地下の選定にまみうべきである。それなのに降参するとは何事ですかと諌めたが、帝は聞き入れなかった。そこで仁は勝烈帝の廟に詣でて大声を上げて泣き、
まず妻子を殺して自殺した。当該が成都に到着すると、帝は城を出て降参した。魏は帝を安楽王に奉じた。帝は在位41年、改元すること4回、建康延期、慶応延康といった。以上、静観の皇帝の元年一揆から、蜀漢の皇帝、後の帝ですね、前の延康元年、吉備まで、合計26帝、通計469年で漢は滅んだのである。一代が終わったって感じですね。ですね、注釈、侍従。侍っていうのが天使の印で、従っていうのがその組紐。次に北地王。北地というのが甘粛省の地名。社食の社っていうのが土地の神で、食は穀物の神。国は土穀、土と、領土と穀物によって人を養うから、社食は国家の意味となる。それからですね、続きいきますか。五種九祖数、送り出して景行帝という。兄の子、宇帝公、公達。五王の九が亡くなった。送り出して景行帝という。兄の子の宇帝公の公が立った。次、魏の司馬将、これより先。ちょっとこっちですね。ごめんなさい。魏の司馬将、これより先。すでに旧釈を置く、すでにして釈を進めて新王となる。召集し、この縁継ぐ、魏主漢。遷位6年、改元することに、慶元漢旗という。縁、魏主に迫って位を譲らしめ、応じて陳留王となす。後出す、新人これに送り出して元という。魏の司馬将はこれより先すでに厩爵を受けており、間もなく位を進めて新王となった。将が亡くなるとこの縁が後を継いだ。魏主の漢は帝位を僭称すること6年、年号を改めること2回で慶元漢旗といった。縁は魏主に迫って位を譲らせ、陳留王に報じたが、陳留王、後に亡くなってから新人は元と送り出した。この人は15歳で即位してますからね。まだまだ若いですけどね。縁は、なんだっけ。魏主の漢は、帝位を僭称すること6年、年号を改めること2回で、慶元、漢旗といった。縁は、司馬縁は、魏主に迫って位を譲らせ、陳留王に報じたが、後亡くなってから新人は元と送り出した。ここまで読んだんですね。魏、宗妃より、ここに至りてすべて5世。46年にして滅ぶ。結構早いですよね。半世紀持ってないんですね。魏は宗妃からここに至るまで合計5世46年で滅んだ。漢滅びてより後、また後進を経て政党を書くこと1年なりき。漢が吉備の年に滅んでからさらに、後進の年を経て、いつゆの年に晋が起こるまで、1年間は政党の天子がなかった。この前、位を譲らしめ、前。これが前情ですかね。天子の位を譲ることが前。
ここで柚子らしめとちゃんと振ってるんですね。以上で三国時代は終わりました。あ、よるちこんばんは。なんか久しぶりな気がする。いよいよ今からは清新でございます。三国志の、ストーリーの中では、まあ、いろいろですけれども、まあ、大抵は、孔明が死んで終わる。もしくは、三国が統一されて終わる。というところですね。まあ、長いものは三国が統一して終わってますから、ここからがは全然知らないストーリーですね。清祖、武皇帝。清新、清祖、武皇帝。姓は芝、名は燕、家来の人、将の子、伊の孫なり、将、秦王となり、姓氏を立てんことを義す。義する者、燕が発、立てば地に死、手、たるれば膝より過ぎ、人心の相にあらさるをもってついに立つ。すでにしてついで王となり、帝位につく。位を追尊して、先皇帝となし、子を継皇帝となし、将を文皇帝となし、王位に宗室と報ず。秦、呉を滅ぼすの志あり。楊公をもって、慶州のことを都督せしむ。呉、李公をもって諸君を都督せしむ。呉、公と堺を対し、使命常に通ず。こう、こに酒を送る。こう、これを飲んで疑わず。ああ、ごめんなさい。このあたりも三国志の、長いバージョンに入ってますね。こう、やむ。こう、これに誓約を与う。こう、すなわちこれを服して曰く。兄、人を鎮する。要宿しあらにやと。こう、勤めて徳政を治め、もってご人を懐け。兵を交えるごとに火を濃くして、まさに戦えて演習せず。こうもまたその返事に告げて、おのおの分戒を保つのみ。再利を求むることなかれと。時にご主公、徳政を治めず、憲兵戦闘をして、従四をして、天下を取らんことを是せしむ。答えて曰く、孔子の年、仙外まさに洛陽にいるべしと、けだし、癖を含むのことを言うなり、しかれどもこう悟らず、諸将の謀り方を用いて、しばしば秦の変を浸透す。こう、いさむれども聞かず、こう出す。清新の清祖武皇帝は、姓は芝、名は燕といい、家来の人で将の子、伊の孫である。父の将が秦王になった時、世継ぎを立てる相談が行われた。評議に加わった重臣らは、芝燕は髪が非常に長くて立つと地に引きずり、何その、置いといて先に行こう。手を垂れると膝より下に届き、人の臣となって働く普通の人の人相ではないというので、彼がとうとう世継ぎになった。やがて柴犬は将の後を継いで王になり、帝位につき、祖父の柴犬を追尊して先皇帝とし、叔父の柴氏を継皇帝とし、父の柴将を文皇帝とし、大いに柴氏の一族を重要な地位に取り立てた。秦では呉を滅ぼして、天下を統一する考えがあったので、天下を奪う考えがあったので、将軍楊虎に慶州方面の軍事を指揮監督させた。呉では栗高に諸軍を指揮監督させた。呉と高とは、楊虎と、栗高とは、境を接して退陣しているのに、いつも音信を通じ合っていた。ある時、栗光が楊虎に酒を送った。楊虎は喜んでこれを飲み、それに毒が入れてあろうなどとは少しも疑わなかった。またある時、栗光が病気になった。すると楊虎は栗光に調合薬を与えた。栗光は即座にこれを飲んで、どうして人を毒殺するような楊宿主であろうかと言った。楊虎は退陣中もできるだけ徳政を行って、呉の人々を懐かせ、戦争するたびごとにあらかじめ日時を約束して、ちゃんとその日に戦い、決して不意打ちをしなかった。なんかその茶番みたいなのは何なんでしょうか。栗 光もやはり国境の諸部隊に命令を下して、
それぞれその担当区域を守ればそれでよい。なんか小川未明のなんかこういうのはありましたよね。些細な利益を求めて事を起こしてはならないといった。時に御種の功は特性を行わないどころか、よその土地を合わせ取ることを望み、術師に天下を取ることの是非について占わせた。なんかやっぱ占い師とかを重用するようになっちゃうとちょっとやばい気もしますけど、どうなのかな。このし、えーと、そ、孫子、この人が、孫休のお兄さんの息子、何歳なんだろう。ちょっと今わかんないですけど、先に行きます。はい。それで、占わせた。戌子は、孔子の年に、成蓋車が青い衣笠の車がきっと洛陽に入るであろうと答えた。考えてみると、それは五王が玉を口に含んで晋に下ることを意味していた。玉、癖ですね。しかし、暗愚な孔はそれが悟れなかった。いや、そればかりか、孔子の年には晋に勝って晋の都の洛陽に入城できるものと早合点をして、諸将の策略を、謀略を用いて、しばしば晋の国境を侵略した。栗光がいさめても聞き入れなかった。やがて栗光は病んで死んだ。注釈。都督せしむ。都督はすべて率いること。暑くなってきた。それから、使命常に通ず。この使命、使いをもって命を伝えること、音信の意味。それから鎮する、人を鎮する。酒、沈むという字がさんずいではなく竜の鳥になっていて、この鎮っていうのは鳥の鎮と通ずる。鎮の羽には激しい毒があり、この羽をひたした酒を飲むと死ぬと言われていた。次に、演習。演習せず、襲うですね。演も襲う、襲も襲うですね。不意打ち。次に、しかして憲兵戦と、天下を兼ね合わせて一つにすること。まあ、統一するってことですかね。それから、術師をして、術師は砲術の師。税せしむ。税は、目どきで占うこと。まあ、易の占い方ですか。それから、孔子の年というのは、その年より8年の後。それから、次に、成蓋。まさに洛陽にいるべし。成蓋は、皇子が、孔子が、王に降下するときに乗る青色の覆いのある車を指す。ああ、なるほどね。帝からその王に格下げされるっていうわけですね。天下統一されるとね。なんとか侯になるから侯になるんでしょうけど、実際は。ここでは、御所が降参して位を奪われ、王に成り下がって、晋の都の洛陽に入るであろうとの予言である。
次、兵器を含むとは、国王が降参するときには敵国の君に兵器を献ずるのが礼であるが、後ろ手に縛られているため口にくわえて捧げるのである。なんかすごい屈辱的なポーズですね。おい、広川さん、こんばんは。はい、行きます。続き。行こここではなく、儀するもの。こ、ごう、うたんと、3行目の下からですね。こ、ごう、うたんと、こう、儀するもの、多くは同ぜず、こう、断じていわく、天が意のごとくならざることを、十に常に七八と、ただ、豊、長家のみ、その敬をたすく、こう、やむ。町に入りて、目の当たりの弁ことを求む。進呈、こうして、伏しながら諸将をごせしめんと欲す。こういわく、ごうを取るは真の功を必せず。ただ、ごう、平らぐるの、後、まさに勢力を労すべきのみと、を出す。豊をもって鎮南大将軍となし、慶州の軍事を特せしむ。呉州功を陰逆、卑に甚だし、余、表して速やかにこれを制せんことを請う。表至る。長家、たまたま帝と期す、すなわち兵を押し、手を収めてその決を助く。帝これを許す。三等人に告げて曰く、成人にあらざるよりんば、ほか、安ければ必ずうちの憂いあり、業を許して、外の恐れとなさんこと、兄三にあらざらんやと、時に問う、理不尽所たり。陽子はこの機会に業を征伐しようと、帝に奏請した。会議に出た者の大部分は賛成しなかったので、陽子は短足して、世の中は自分の思う通りにならないことが十中いつも七八まであると言った。ああ、これ、ここの、三国志の名言かどうかって言われると分かんないですけど、これは我々が心に留めておいていい言葉ではないでしょうか。ちょっと振っておきます。世の中は自分の思う通りにならないことが十中いつも七八まであると言った。ただ豊と長家の二人だけは陽子の意見に賛成した。その後陽子が病気になったが、呉を討とうとする志はますます盛んで、朝廷に出て直接帝に申し上げたいと願った。新帝はやっと呉討伐に同意し、陽子は病人であるから車上に車の上に寝たまま出陣し、諸将を監督させようとせられたが、陽子は呉を取るには必ずしも私が行かなくてもよろしい。ただし呉を平定された後は前政を敷くために必ずお心を煩わされますようにと言った。陽子が死んだ。帝は豊を鎮南大将軍に任命し、慶州の軍事を指揮監督させた。時に呉州功の淫乱暴虐は日ごとに激しくなった。そこで豊は上奏して直ちに呉を討ちたいと申し出た。その上奏文が到着した時、帝はちょうど長家を相手に碁を打っておられたが、長家がすぐさま碁盤を押しのけ、碁を打つ手をやめて裁可を進めたので、帝はこれを許された。三等はそれについて、成人でない以上、外観が収まれば必ず内憂が生ずるであろう。今は碁をそのまま捨ておいて、それを外観と思い、内地に専念する方がなんと得策ではあるまいか、と人に告げたという。三等はその頃、理不尽所であった。この辺りのこの流れ方と止め方って非常に芥川っぽいですね。関係ないけど。っていうか、芥川がこういうのをやっぱりよく読んでいるのかなと思います。はい。それでですね。注釈いきます。
義する者多くは動ぜず、不動で賛成しない。次。超過たまたま、帝都、帰す、帰という字は、語を囲むという意味なのかな。でも、帰って言いますよね。語のこと、昔はね。石じゃなくて、中が木になってますね。それから、すなわち、兵をし、兵、奇変に平らという字ですが、五番のこと。手を収めてとは、五を打つ手をやめる。それから次、ここですね。成人にあらざるよりんば、ほか安ければ必ずうちの憂いあり。三頭が社殿の言葉、社殿の正庫17年。ちょっとやっぱ社殿読まないといけないね。この語を借りて、当時、秦の国内に火爛の起こる恐れのあることを暗示したのである。なるほどね。はい、続きいきます。それから、はかりごとにあらず。はかりごとという字が算数の3になってますね。打算して益となること。続き。とう昔、魏晋の間にあって、景行原石、関の兄の国藩、長州、王寿、劉齢と相ゆうたり、竹林の七賢と号す、を出てきましたね。皆、老荘虚無の学を崇尚し、礼法を軽蔑し、長州根幹、世事を威楽す、士大夫皆これを墓講し、これを放たという。ただこうは、なお意を世事にとどめ、ここに至って線を司り人物を選抜し、おのおの題目を作ってこれを奏す。自陣これを称して三公の刑事となす。三頭は以前、魏から秦にかけての時代に、景行原石、原石の兄の子、漢、長州、王寿、劉齢の6人と親交があった。世間ではこれを竹林の七賢と呼んだ。これらの人々は老子や荘子の虚無の学を尊び、礼法を軽蔑し、酒を飲みたい放題のみ、前後不覚によって世間の俗事を投げやりにする風があった。当時の士大夫どもはこの風を嫌って、ちゃうちゃう、風を慕って真似し、これを放達と呼んで、放達は、放課後とかの方に、達は、友達とかの達ですね。放達と言って喜んでいた。その中で三頭だけは世間の俗事にも心を止めていたが、吏部尚書になると人を選抜する役目を司り、人物を見分けて引き上げた。官に欠員が生ずると、候補者の長所短所をそれぞれ箇条書きにしてこれを上奏した。よって当時の人々はこれを三公の申し立てと言った。注釈、あがめ、何でしたっけ、あがめたっとび、数章ですね。この数という音ですが、まあ普通、数と読んでますが、実際は州なのかな。そう、州って漢音かな。それから虚無の学は、老子や荘子の唱えた無為自然を尊ぶ学派。道家の学問。次。酒を欲しいままにして、とは、酒を飲み放題に飲むこと。いいな。懇願する。懇等するとかの懇ですね。燗は酒に甘い。竜の鳥に甘い。前後もわからぬほどに大酔すること。それから、放達は気ままに振る舞って物事にこだわらぬこと。次。人物を選抜する。選抜。西に土に河原で剣ですね。
罰は抜く。剣という字は明らか、人材を明らかに見分けて引き上げること。まあこれは大事ですね。それから刑事、刑、背景の刑にこと、申告のこと。補足、魏晋時代の青檀の流行は中国思想上特筆すべきことで、上下を問わず人々はこぞって名教を癒しみ、宝達を尊び、竹林の七賢に倣って飲酒を喜び、超然と高尚な談話をする風が盛んであった。おそらく従来の儒学に対する反動や、仏教の衛生観の注入や、正義が報われない当時の末世的な世相、などが原因であろうが、また一面において中国人が昔から隠逸の死を尊んでこれを高尚とする傾向を持っていたことにもよるであろう。なるほどね。それではちょっとだけ注釈じゃなくて線を引っ張っておきましょう。宝達。それから竹林の七賢ですね。秦退去して呉を打つ。豊は黄龍より出で、奥春は覇食より下る。呉人、鉱石要害のところにおいて、並びに鉄鎖を持って黄に横たえてこれを断つ。また鉄錐の長さ剰余なるを作り、暗に黄中に置き、秋間を迎え防ぐ。春退場と作り、水を要するものをして、いかだを持って先行し、霧に合えば、すなわちいかだをつけて晒しむ。また大器を作り、注ぐに繭を持ってし、鎖に合えばこれを焼く。周囲に遊撃して断絶す。ここにおいて船触るところなく、ついにまず上流諸軍に勝つ。よ、人を使わし騎兵を率いて夜渡らしむ。呉の将を恐れて曰く、北来の将軍、すなわち黄を飛び渡るや、と。よ、兵を分かち、春と呉をして武将を攻め、これを下す。よ、思えらく、兵いすでに振るう。例えば、他境我が如し。なるほど。数節の後は、刃を迎えて説く。また手を作るところなし。と。ついに軍水に謀略を指示し、直ちに建業に至る。春が重卒。8万、船を並べること100里。砲を上げて直ちに剣を刺し、呼相して石頭城にいる。呉主公、面博、与進して下る。帰命港に報ず。ついに孔子らくにいるの真に付す。大帝よりここに至って4世、帝と称する者、すべて52年にして滅ぶ。孫策が江東を定めしより以来に遡れば通じて84年なり。ああ、あれから80年経ってるんですね。それでは、注釈。かくて秦は大軍を繰り出して呉を打つことになった。豊は黄陵から進出し、奥春は黄陵から進出し、奥春は覇食方面から水軍を率いて攻め下った。呉の軍は揚子江の河原の要所要所に鉄の鎖を硬水に張り巡らして通行を遮断した。また鉄の霧の長さ1丈余りのものをも作って、密かに硬水の中に並べ、秦の軍艦を待ち受けて防御することにした。これに対して春は大きな筏を作って水泳の上手な者をその筏に乗せ、まず軍艦の進む先に行かせ、霧にぶつかるとその度ごとにその筏を霧に結びつけ、流し去る方法をとった。また大きな松明を作り、これにごまの油を注ぎ、鎖に出会うとこれを焼かせた。しばらくすると鉄鎖は溶けて断ち切れた。このようにして進むから軍艦は何の障害物もなく、まず揚子江上流の勝負で勝つことができた。一方豊は部下に騎兵を率いて夜に紛れて揚子江を渡らせた。呉の将軍孫権が震え上がって言うには、北方から来た秦の諸軍は揚子江を飛んで渡ったのかと。豊は兵を分け、
春と合流して武将を攻めてこれを下した。諸将の中には今年はこれくらいにしてまた来年呉を攻めてはという意見もあったが、豊が思うには今兵は大いに振るうている。例えて言えば刃物で竹を割るようなものだ。最初二節か三節力を入れて割れば、あとは竹の方から刃物を迎え入れてパラリと割れてしまう。何の力を用いる余地もないと。進軍に決し、とうとう各武将に戦略を教え授けて、直ちに呉の都建業に向かわせた。春の軍勢は8万人。船を並べ連ねること100里。砲を上げて、直ちに建業を目指して進み、太鼓を打ち鳴らし、時の声を上げて、関東城に突入した。呉主の孫興は、両手を後ろに縛って顔を前へ差し出し、棺を乗せた車を後に従えて降参して出た。秦は功を許し、帰命功とした。ここにおいて、あの孔子の年、政外洛陽にいるとの予言が的中したわけである。呉は大抵孫権からここに至るまで4代で、帝を称すること合計52年で滅んでしまった。遡って孫権の兄の孫策が江東を平定した時から数えると80年余りである。後ろに、ここまでですね。それで注釈いきます。有益って書いてあるんですけど、これですね、周囲に有益して溶けて液体になることになりますかね。置いといて。船、触るところなく、障害の害という字ですね。妨げと読みますね。次、兼業というのが、今の江蘇省江寧県。古城は今、南京市の南にある。次に、面縛して。面縛は、両手を後ろに縛って、面を表を前へ差し出すこと、死の決意を示す。次、与心して下る。与。与は、与謝の与ですかね。心は脱心の心ですね。木偏に、親って書くやつ。棺桶のこと、棺桶を車に乗せて、自ら死罪に当たるという意味を表す。心、魏に代わりて、十有六年、太閤元年に至って呉を滅ぼし、また十年にして、帝宝図、帝初めくらいにつき、かつて地頭宮を太極殿の前に焼いて、もって剣を示す。すでにして、師匠なり、高級数千あり、常に容赦に乗る。求人、蓄養を門に差し挟み、塩を注いで、もってこれを待つ。容赦の至るところ、すなわちとどまって歓迎する。軍神と語るに未だかって慶国の縁もあらず、呉すでに平らにしより、天が無事なりと言いて、ことごとく衆軍の不備を去る。三頭一人これを憂う。寛喜以来、強固戦費の下る者、多く塞内の諸軍におる。各勤かつて上訴して言う。よろしゅう呉平ぐるの意に及んで、ようやく内軍の雑攻を返地に移し、死出入の防ぎを加藤し、戦後降伏の勢を明らかにすべしと、帝帰かず、ついに天下の憂いをなす。帝位にあって改元することさん。太子観念太后という、太子立つ、これを後継皇帝となす。秦は魏に代わって天子となってから16年、太閤元年になって呉を滅ぼし、また10年経って武帝は亡くなった。帝は即位の当初、雉の頭の毛で織った革衣を贅沢品であると、雉の頭の毛、太極殿の前で焼き捨て、倹約の範を垂れたほどであったが、やがて奢侈豪商となり、大奥には宮女数千人を置き、いつも羊に引かせた車に乗って大奥を遊び回られた。宮女たちは帝の寵を得ようと、羊の好む竹の葉に塩を振りかけたのを門に刺して、
容赦の来るのを待った。この辺ってあの、森塩のね、由来とかでいつも出てくるところじゃないですか。初めて読んだけど。うわ、なんか足むくんでるけど、どうしちゃったんだろう。ちょっとやばくないかな。何この足のむくみ方。やだな。まあ置いといて、ちょっと時間がやばくなってきたので先行きます。帝は容赦の至るところどこでも早速とどまって盛んに酒宴を張ったので、軍心と国家経営に関する先々までの計画を相談することは皆無であった。どうしちゃったんだろう。なんでみんなボンクラになるんだろう。呉が平定してからはもはや天下は太平であると言って、すっかり周軍の軍備を取り去ってしまった。山東だけはこの状態を心配していた。さて、官儀からこの方、強固、鮮卑などの異民族で、中国に降伏してきた者が、国境内の各軍に多数住み着いていた。それが治安維持の禍根になるので、各勤は上書して、呉を平定した遺構のまだ衰えないうちに、内地に雑居している異民族を次第に辺地に移し、四方の蛮夷が中国に出入するのを厳重に防ぎ、先王の定められた呉服の制度を明らかになさるがよろしいと申し上げたが、帝は耳を傾けなかった。これが後々までも天下の大観となった。帝は在位中改元すること3回、太子、寛寧、太后といった。太子が位についた。これが後継皇帝である。線を引っ張るよりも、もしかしたら少量挟んどいた方がいいのかもしれない。それでは、強固と鮮卑。強固というのは西方の蛮族で遊牧を生業としていた。鮮卑は東胡の一種で、東蒙古地方に居住した。次に雑魚とは、強固、鮮卑、強族と低、それから強活などを指す。次に幸福、荒い服というのは、行春時代の行政区画の一つで、これなんだっけ、殿、公、水、陽、公の五服がそれぞれ王旗を中心に500里ごとの距離で広がっている。したがって公服、荒い服は王旗を去ること最も遠く、王家の最も及ばないと地域である。以上でございます。でもまあちょっとね、なんか嬉しいですね。森塩の話が出てきたので、おっとっとっと。まあ、こんなところにしときますか。次の後継皇帝、まだあるね。全然あるね。後継皇帝、名は忠、聖父兄なり、大したりしとき、皮下子を射る、従の娘なり、検査をし、栄冠、勝って武帝に辞して偽りようて、前にひざまずき、手をもって徳をぶして曰く、この座惜しむべしと、武帝悟り、少々の義事を密封し、大使をしてこれを決せしむ。下賜大いに恐れ、外人を雇い、装具して、代わってご大使め、大使して自ら移さしむ。武帝喜び、敗せられざるを得たり、ここに至って即位す。下賜皇后となって政に預かる。皇太后容姗は、すなわち、帝の母、容皇のいとこなり、父の舜は胎二人、家公、舜を殺して太后を廃し、太宰、女難王、亮を殺し、太后、維官を殺し、祖王、伊を殺し、宗謀をもって朝歌、廃棄、王寿を用いて、貴王を完成しむ、が、忠を帝室に尽くす、公、強権なりといえども、なお、傾聴することを知り、気と心を同じうして政を助く。数年の間、安守神にありといえども、しかも帝や、長や、
安静なり。後継皇帝は名を忠と言い、生まれつき愚鈍であった。太子であったとき、家中の娘を妃としたが、剣謀詐術の多い女であった。あるとき、英賢が武帝のおそばに侍してお酒の相手をしていたが、酔ったふりをして帝の前にひざまずき、手で帝の腰掛けをなで回して、この玉座は惜しいことでございます。意味は、愚鈍な大使にやるのはもったいないという意味。とにかくこの玉座は惜しいことでございますと言った武帝はそれと悟り、大使の権限を試そうと、尚書省が提出した政治上の難問題を密封して大使に送り、これを採決させた。でもこういうふうに言ったところで、こうパッと言いたいことが分かるっていうのはすごいことですね。置いといて、妃の下士はそれを知って大変心配し、こっそり他人を雇って大使に代わって答案の草稿を作らせ、それを大使に自筆で写し取らせて武帝に提出した。武帝はその答案を見て、これなら心配はないと喜んだので、大使はやっと敗着を免れた。そこで大使が即位すると下士は皇帝となって政治に参与した。皇太后の養子は帝の母楊侯の、いとこで、その父の舜は太傅であった。下士は舜を殺して太后を廃し、大祭の官にあった女難王梁を殺し、帝の母、逮捕の英賢を殺し、蘇王の伊を殺し、こうして反対勢力をことごとく除き、一方では宗謀に従って長歌、廃棄、王従を用いて機密数用な政治を干渉させた。長歌は帝室によく忠節を尽くした。夏侯王は凶悪、陰険な人物ではあったが、それでも人を敬い、おもんずることだけは心得ていた。長歌が廃棄と心を合わせ政治を助けたから、数年の間は暗愚な君が神にあったとはいえ、朝廷も民間も安穏平和で、あ、平、平成であった。注釈。偽りよいての偽るが陰陽のようになってます。これは人偏に羊の偽るに同じ。酔ったふりをすると。次。少々の疑似、疑うことというのは疑わしくて解決しにくいこと。次。外人を雇いの雇う、人偏に仰い。他人の手を借りること。それから、相を愚しての相、草案とかの相ですね。下書きのこと。愚というのは作ること。十、時とともに不沈し、供ですか、供給するところなし、生また単輪なり。
田園天下にあまねし、画中をとって昼夜会計す。家に氷あり、人のその種を得んことを恐れて、常にその核を切る。およそ正月するところ、もっぱら虚名をこととす。原価の五千、銃にまみゆ。銃等と曰く、聖人な名教をたっ飛び、老僧は自然に明らかにす。その旨、異なるか、同じ気か、と。戦曰く、はた、同じきことなからんにやと。十。示唆すること、やや示唆し、ついにこれを召す。時に三度の縁と合す。この時、応援、学校、皆聖壇をよくす。縁、心情、名衆なり。若き時、三頭これを見て曰く、何者の老王かね、刑事を埋める。しかれども天下の創生を誤る者は、いまだ必ずしもその人にあらずんば、あらざるなり、と。縁の弟、長、および玄関。および玄関。官の重視、衆、小部、押し、社根、ひったくら、皆忍法をもって立つとなし、推らしてもって非となさず、社を並ぶる、老が成熟す。宅、夜、亀の間に至って盗みのみ、主者の罰するところとなる。明日にこれを見れば、頑張れ私。ひつりぶなり、学校、聞いてこれを笑おうていわく、名教、連覇だ。さっきの話、連覇だ。どうでもいいですね。名教、うちおのずから楽ちあり、なんぞ必ずしもすなわち、叱るやと、はじめ義のいわく、カーンら論を立つ、思えらく天地万物、みな無をもって元となすと、縁らこれを愛嬌す、廃棄、数十文を悟ら、表せども救うことはたわず。王獣は時勢につれて世渡りしてゆく人物で、君の過失を正し救うということはなかった。その生まれつきはまた、貪欲、吝嗇で、全国くまなく田畑を所有し、象牙のそろばんを抱えて、昼となく夜となく銭勘定に余念がなかった。象牙のそろばんって、置いといて。十の家には良いすももの木があったが、人にその種を取られることを恐れて、あ、この話知ってる。いつもその種に霧で穴を開け、芽の出ぬようにして捨てていた。こう、ものすごいケチンボの話ってことで出てますね。この話もちょっと強烈ですね。一度聞いたらやっぱ忘れないエピソード。はい、およそ管理を、賞与を抜擢するにも虚名を重んじて、実行を顧みなかった。玄関のこの丹が王城に面会した。丹じゃない、いつもなんで丹って呼んじゃうんだろう。千ですね、千。王獣が千に向かって、聖人は名教、君臣不死、仁義礼智などの名目を立てて教え導くことを学び、老子や宗師は自然、すなわち虚無自然の態度を明らかにすることを重んじた。両者の趣旨は一体異なるのか同じなのか、と質問すると、千は同じの意を遠回しに、
どうして同じでないことがありましょう?と答えた。牛はその答えの微妙に、微妙、え、び、妙味に、ひや、やいしばらく感嘆していたが、ついに召し出されて任官させちまった。任官させてしまった。ん?違うな。ついに召し出して任官させた。でいいのか。当時人々は千でいいんだな。千が旗、同じきことながらにゃ。っていう、どうして同じでないことがありましょう。ああ、同じって言わないで、要するに同じで、まさに、旗、同じきことなからにゃ、とこう3文字で答えたってことですね。3語で円となったので、円は手辺に、五円の円の作りですね。3語の円と読んだ。なんかちょっと待てよ。これって一番最後のあたりに、学費が出てきますよね、確か。あの時も3文字で答えるんですよね、バックス・ユーって。なので、まあ置いといて、はい。サンゴの園と呼んだ。この頃、応援や学校などは皆正壇、すなわち老荘の正壇、正常無為の空壇、空壇ってを得意とした。円は顔つきが聡く優れていた。若い頃3頭が円を見て、どんな婆さんだろう、こんな妻子を産んだのは。しかし後日、天下の人民を謝らせる者は、きっとこの人に違いない。この3頭っていう人何者なんですか、一体。それが気になるんですけど。円の弟の長及び玄関、関の甥、周、こぶ、星、社根、ひったくなどは皆気ままに振る舞うことを闊達と心得、酒によって裸になることも平気であった。隣家の老閑何がしの家の作り酒が熟したのを嗅ぎつけて、ひったくは夜中こっそり酒がめの間に忍び入り、盗み飲みしていたところを番人に見つかって縛り上げられた。夜が明けてよく見ると、それはリブローのひったくであったので皆びっくりした。学校がその話を聞いて大笑いして言うには、聖人のおっしゃる名教の中にもおのずから楽しい境地がある。それにしても何も隣家に忍び込んで、酒盗人の酒盗み人の真似までしなくてもよかろうにと、初め義の時代に寛安らが論を立てて、およそ天地間の万物は皆無をもって根本となすと主張した老荘かぶれの応援らは、この説を尊重した。士大夫の間にもこの風潮が蔓延して、職業を怠るようになった。そこで、廃棄が心配して、無の反対の右を尊ぶの、右を尊ぶの論を表したが、世の風潮を救うことはできなかった。はい、注釈いきます。この合中。象牙で作ったそろばん。どこだ。どこの話？さっきそろばんの話は出てきたけど。私ここは読んだ。ここの注釈は読ん。ああ、勝手に私が線を引っ張っちゃったんですね。画中を取り手の牙の中というのは象牙で作ったそろばん。数取り棒ですよね、でも中っていうのはね。で、その角を切るというのは、果物の種子の角に切りで突き刺して穴を開けること。次。名教を尊び、人倫の名分を明らかにする教え。次、サンゴの縁というのは、
縁というのは俗観。畑同じからざらに、畑同じくきことなからんにゃ。の三語によって縁に乗ぜ、任ぜられたからこういう。なんか二つのみたいでかっこいい。次に、清談、清い談というのが、魏晋時代上流の社交界で流行した清談で、談論で、老荘や駅を主とし、機知を尊び、人間の個性を批判し、世俗の雑事を離れるのを目的とした。次。寧静寺を埋める寧静寺。寧静は核のごときの、の意味。転じてこんな優れた子の意味。次。社を並ぶる老が成熟す。社を並ぶる。比べる。比較の比で比べると普通は読むんですけど、並べると読んでますね。隣の家のこと。次。勇を尊ぶ論。どこだろう。でも出てきましたよね。勇を尊ぶ論。虚無を退け実務を尊べとの論。次。ここからか。ごめんなさい。はい。太子一は孝行の踏むところにあらず、孝を廃してこれを殺す。清々大将軍、趙王林、将を偽り、兵を残して宮に入り、孝を廃してこれを殺し、趙家廃家を殺す、林小国となる。王南王、淮南王、殷、兵を率いて林を打ち、片づして死す、林。鋭意赤州を殺す、州に哀傷、緑州あり、林の平人損守、これを求む、与えず。州を死う。院を奉じて、乱をなさんとすと、これをとらう。州の曰く、土灰、我が財を利するのみと、とらうる者曰く、財のわざ、災いたるを知らば、何ぞ、灰を、それを参ぜざると、ついに殺さる。林、自ら厩舎を唱えて、厩舎を加え、帝に迫って位を譲らしむ。東洋皆継承となり、土卒もまた爵位を加う。紹介するごとに、朝鮮、座に密、詩人、時人、御子弟曰く、長足らず、交尾継ぐと、姓を敬、巨匠に陳し、生徒王へ、行に陳し、画官を愚、漢中に陳す、おのおの、兵を挙げて林を打つ。林中に服す。皇太子の位置は家公の実子ではなかったので、公はこれを廃して殺害してしまった。清々大将軍長王の林は、帝の詔と偽って兵を率いて宮中に入り、家公を廃してこれを殺害し、長家廃墟も殺害し、林自ら相国となった。淮南王の院が兵を率いて林を打ったが、勝てないまま死んでしまった。林は鋭意の赤州をも殺した。
それは数には緑首という愛称があったが、林のお気に入りの真の孫秀がこれをもらい受けたいと申し込んだが、石州は与えなかった。そこで州は宋を中傷し、石州が淮南王、殷を報じて乱を起こそうとしていると告げると、林はすぐ、石州を引っ捕らえた。自分は謀反する考えなど毛頭ない。それは孫秀らの奴どもが私の私物というのは、まあこの愛称緑州という緑州ですね、私の財物を得ようとの謀に過ぎないと石州が叫んでも、財物が災いの種となることを知っていたなら、なぜ早く人にくれてしまわなかったのかと捉えた者がいて、とうとう石州は殺されてしまった。林は天子が後進に特に賜る9つの物件を自分で自分に与え、加え帝に迫って位を譲らせた。林の一味徒党は皆大臣宰相となり、下僕や兵卒に至るまでも爵位を加えられた。朝廷に参集するごとに朝鮮の冠をつけたお歴々が座席に満ち溢れるほどであった。当時の人々は天の尾が足りなくて犬の尾を継いで冠を飾っている、すなわち継承に人物が不足して土木まで借り出して参上させているという意味、とそしりあった。 なるほど。西欧の経営は巨匠に、正統王の栄は行に、加冠王の愚は漢中に抑えとして守っていたが、それぞれ兵を挙げて林を打ち、林は宙に伏して死んだ。注釈、栄は宮廷の一致で天子の門営と駐屯を司る官。次に朝鮮座に光、あの朝鮮と一緒ですね、冠の名前、天の王を飾りとし、蝉の羽をつけて綾とした冠、侍従、中将時の冠、次、蝶足らず交尾継ぐ、犬の尾を継ぐ、犬の尾を、これはだから読み方としては、首属長って読むんですかね。この故事から、たっといものの後に卑しいものが続き、君子の後に小人が連なるなど、良いものに悪いものが続くことに例える。経、政を助く。強者にして権を欲しいままにす。愚、調査を介をしてこれを殺さしむ。栄もまた功を頼んで強者なり。すでにして愚と兵を挙げて反す。介、帝を奉じて栄と戦おう。栄の将、力気、戦い敗れて捕らえらる。嘆じて曰く、家庭の隠れ、また聞くべけにゃ、と、弟運と皆、A の殺すところとなる。貴運は皆、立功の子なり。A、兵を進めて軽視に入り、上将となる。すでにして行に帰る。愚、A を表して、皇太帝となる。
交代でとなす。東海を得つ。帝の命を奉じて、栄を制す。栄、兵を使わして、当院に防ぎ叩こう。攘夷を排斥す。自中継承、身をもって帝を守る。殺さる。血、帝の衣に注ぐ。栄、帝を迎えて、行にいる。左右、帝の衣を洗わんと欲す。帝曰く、刑事中の血なり、あろうことなかれと、帝を奉じて、楽に帰る、偶の象徴法、楽にあり、帝を長安に移す。偶、大帝、栄を廃し、で、さらに、与正王、死を立てて、大帝となす。東海を越、兵を発して、西の方、長安に入り、帝を奉じて、楽に帰り、越をもって、政を助けしむ、政と王、栄、先に洛陽による、すでにして長安に走り、また、西部より深夜に走り、ついに北の方、河を渡り、元の庄州を治め、屯丘大守のトラブルところとなる。時に半妖を公、行による、栄を公に送る、いまだ幾縛ならずして殺さる。王林が忠誠られて後、計、西王慶が政治を補佐したが、強者で権力をもっぱらにしたので、愚は調査王の外に慶を殺害させた。ところが栄もまた、林討伐の功を鼻にかけて強者になり、やがて愚と共に兵を挙げて、慶帝に謀反した。ボロボロですね。外は帝を奉じて、慶らと戦ったが、この時、栄の武将の力輝は敗戦の罪によって、栄に捕らえられ、自分の領地である家庭の鶴の鳴き声をもう二度と聞くことはできまいと嘆息した。かくて力輝は弟の運と共に栄のために殺された。この二人はいずれも呉の名将栗光の子である。栗光というのは陸遜の子供ですかね。その後、栄は兵を進めて慶氏に入り、丞相となったが、やがて行に帰還した。愚は栄のことを朝廷に申し上げて皇太帝にした。東海王の越は、帝の令を奉じて、栄を征伐した。栄は兵を遣わして、桃院というところで防戦した。この一戦に天子方は惨敗した。侍中の慶尚が身をもって帝を守り、将は殺され、その血が帝の御意に注ぎかかった。栄は帝を迎えて、行に帰った。帝の側近の者が血に染まった御意を洗おうとしたが、帝は、忠臣、刑事中の血である。洗ってはならない、と言われた。やがて栄は帝を奉じて、洛陽に帰った。さて、愚の武将の長鋒が洛陽におり、帝を長安に移した。愚は皇太帝の栄を廃して、改めて慶帝の孫じゃない、弟にあたる与正王の死を取り立てて、皇太帝とした。ここの芝氏の名前ってこう、輝くとか燃えるとか光るとか、なんかそういう名前が多いような気がするんですけど、どうなんでしょう。置いといて。東海王の越は兵を挙げて西の方長安に入り、再び帝を奉じて洛陽に帰った。帝は越に政治を補佐させた。政党王の栄は先に洛陽を根拠地としていたが、やがて長安に走り、また武漢から深夜に走り、ついに北方の黄河を渡って元の庄卒をひとまとめにして一旗あげようとしたところ、屯丘の大守風数のために捕らえられてしまった。
当時、汎用王の、これは何でしたっけ？孔は行によっていたが、風数は A を孔のもとに送り届けた。間もなく A は孔に殺されてしまった。注釈、家庭の格類ですか？これは。格例。あ、例ですね。家庭というのが甘粛省の県名で、鶴で名高い。甘粛省なんですか。この例っていうのは鳴き声、鶴の鳴き声のこと。次に、皇太帝となす。天子の弟の尊称、太帝も同じ。次。攘夷排斥す、攘夷乗り物ですけれども、天子の車、転じて行幸中の天子を言う。次。侍中、侍中継承、侍中は、官名、天子の左右に位して、習字を賛同し、顧問に応ずる。貞、面を喰らい、毒に当たって鳳図。ある人曰く、東海王を悦、これを鎮するなり、と、貞、懇悟なり。天が大いに言う、貞曰く、何ぞ憎びを食らわざると。これは、仮言に、雨を聞く、貞曰く、蚊の鳴くものは蚊のためにするか、私のためにするかと、左右これに戯れて曰く、関地にあるものは関のためにし、私地にあるものは私のためにすると、下肢の姓をもっぱらにするにあたって自陣、まさに乱れんとするを知る。作成、洛陽九門の胴打を指さして嘆じて曰く、必ず汝が桂局の中にあるを見んのみ、と、長王林の乱語、小王互いに相残滅し、天が大いに乱る。帝は麺類を食べ、中毒して崩御された。ある人が言うには、東海王の悦が毒殺したのだと、帝はすこぶる愚鈍な人であった。天下中が飢饉で大いに苦しんだ時、帝が言われるには、米がなければどうして肉をかゆにして食べないのか、と。肉をかゆにして。なかなかマリー・アントワネットのね、やっぱり弦がこう有名なんだったら、私こっちもね、ぜひ出してほしいと思うので、ちょっと近いうちになんかコラを作ろうと思います。肖像画って残ってんですかね。ちょっと探してみたいと思います。はい。また、仮言に遊んで、蛙の鳴き声を聞かれたとき、帝が言われるには、あの蛙たちは官のために鳴いておるのか、私のために鳴いておるのか、と、左右の臣たちは、あまりの質問に呆れ果て、帝をからかって、関地にあるの、ある蛙は官のために鳴き、私有地の蛙は私のために鳴きます、と答えた。各皇后が政治をもっぱらにするようになると、当時の人々は、世の乱れかかっていることを悟ったが、中でも作政という人は、洛陽の宮門の前にある銅製のラクダを指さして、きっとお前が荒れ果てた草むらの中に残るのを見るだけとなるであろう、と短促した。まあ、そのねえよくこの話は、こう亡国の前兆でこんな感じの話は出てきますよね。果たして長王、林の乱語、小王は互いに損ない、滅ぼし合って天下は大いに乱れてしまった。八王の乱とか、ああいうやつですかね。はい、注釈いきます。二首というのは、鼻というのがかゆ、かゆって宿とか
美とか、あと何でしたっけ、なんか何種類かあるみたいですね。肉を持って粥とするのである。肉が粥っていうよりは肉を、薄めて粥にしたらいいってことですね。あ、そうなんだ。肉が粥じゃないんだ。はい。置いといて、必ずという字がこうなってますね。貝という字になってますが、必ずなんですかね。それから、斬滅する、相斬滅する、損ない、滅ぼすこと。この斬は損なうって確か読むんですよね。さあ、いよいよ終わりに近づいてきましたけど、でも、ちょっと時間はかかるな。頑張ってでも読めるとこまで読むか。はい。流縁、鎖国上に起こる。縁は元の南郷土の後なり。郷土は漢より以来中国に信たり。その先生、自ら漢の宗なるをもって漢の姓を犯す。父表、サブの推たり、縁を生む。ようにして春意広く継承なろう。かって曰く、我、随力、ブーなく、皇帝にあえども、奉公の業を立つるにあたらず、公官、文なく、文帝にあえども、少女の教えを起こす、あたわざるをはず、兄、おしからずや、と。なんか飛んできた。ちょっと、ごめんなさいね。見落としちゃった。続きいきます。ここにおいて武事を兼ね学ぶ。志望を解い、はじめ自主となり、楽にあり、表示す。武帝、縁をもって変わって。五分の推移たらしむ。すでにして北部統一となる。五分の豪傑を多くこれに帰す。帝の世に及んで、もって五分の大都督となす。政党を栄、表して左遣王となす。勝って兵と称して行にあらしむ。龍燕が郷土の鎖国城によって兵を起こした。燕はもともと南郷土の抜村である。郷土は漢魏時代からこの方中国に進士していたが、その先代は漢の外孫にあたるので、自ら漢の姓劉氏を名乗っていた。父の表はサブの頭となり、燕を生んだ。燕は幼児から器量が人に優れ、広く経書や詩書を学んだ。ある時外嘆をして、自分はあの漢の瑞家と立家の二人が学問はあったが武勇に乏しかったので、皇帝勃興の時に会いながら大名に取り立てられるほどの功業を挙げることができず、また皇后秀没と寛永の二人が武勇はあったが学問がないために、文帝治平の世に会いながら学校教育を進行することができなかったことを恥ずかしく思う。なんと惜しいことではないか。と言った。非常にこうコンパクトにまとめてますね。前巻の初めの頃の話を。そこで武に関することも兼ね学んだ。姿も顔もずば抜けて大きかった。はじめ、秦の武帝の人質となって洛陽にいたが、父の豹が死んだので武帝は燕を父に代わって五分の頭とした。やがて北部の統一となったが、五分の豪傑は多く燕に従うようになった。恵帝の世になって燕を五分の大都督とし、ついで征討王への進言で左遣王とした。かって恵帝は燕に兵を率いて行に駐在させたこともあった。南郷土というのは東漢の光武帝の時、だから光武帝劉秀ですね。初代の時ですね。郷土は南と北とに分かれたと。それから漢の甥っていう言い方をしてますね。漢の宗なるをもって姓ですかね。まあ、こちら宗っていうふうに言ってますが、普通は姓って読みますけどね。この姓というのが外孫の意味。
まあ、おいと書いてありますが、孫、外孫の意味。郷土十五姓の祖、朴訥前雨が、漢の高祖から娘と称する女、実は庶民の女であるが、娘であるが、その、まあ、漢の高祖をですね、もらったことを意味する。ああ、なるほどね。ああ、そうか、劉邦の血が流れているというわけですね。まあ、本当だったらね。次、サブの水とは、義の武帝ということは曹操ですね。郷土を左右、前後、中の五部に分かった。次に、随陸。我、随陸が、随家。漢の随家と陸家で、共に学問を持って高祖に仕えた。次に、高官、めちゃ、漢高、めちゃちゃ、高官でいいんですね。高官は、漢の高校周没と漢営。共に文帝を迎留し、武功があった。次。文帝に会えて、少女の教えを起こす。少女。少。これは。学校のこと、院内に小といい、宗大に女といい、下大に高といった。三代通じて学とも言った。次に左遣王。どこだろう。左遣王となしですね、がありましたね。郷土の官名、まあ、左遣王と右遣王がいるということですかね。次、燕の子宋、また行遊、人に絶し広く経史にわたり、よく文の職し、弓三百騎なるを引く。燕の十宋、戦曰く、漢滅んでより以来、我が前雨、いたずらに虚言をあって、また赤度なし。ジオの王侯を下って変故に同じ。今我が衆衰えたりといえども、なお二万あり。なんぞ手を治めて益を受け、縁として百年を過ごさんにや。しばし骨肉相損ない、死海提伏す、左遣王、英武世に固有。古漢夜の行を伏前は、これ、その時なりと。すなわち、相共に、測ってこれを推す、縁永に説く。こう変えて五部を率いて、来たり助けんと。すでに鎖国城に至れば戦乱、をして大前雨となす。二巡の間に衆五万、離席に都す。古臣のこれに帰する者、いよいよ王し、すなわち国軍を立てて漢といい、漢王と称す。燕属し、世あり、生まれながらにして眉白く、日に石膏あり。世にして早慶、短慮あり。また好んで、書を読み、文を食す。ここに至って縁の章となる。ここじゃない、行き過ぎ。縁の子の僧もまた人に優れて勇猛で、広く敬書や詩書に通じ、文章を綴ることが上手で、二人力の弓を引く力があった。縁の祖父の兄弟にあたる仙はこう言った。漢が滅んで以来、我が前雨はただ郷土の君主という名ばかりで、少しの領地もない。その他の王侯に至っては、落ちぶれて平民も同様になっている。今、我が兵力は衰えたりとはいえ、まだ2万を数えることができる。どうして手をつかねて中国の使者に甘んじ、夢の間に一生を過ごそうや。しばしは骨肉の間で互いに殺し合い、天下は乱れに乱れている。我が左遣王、燕は、英名、武勇、世に並ぶものがない。燕祖古漢夜前雨の偉業を再興するには、またとない機会である、と。そこで郷土の主だった人々がともども相談して、縁を押して狩猟とした。そこで縁は、
兵に説いて一応国に帰り、五分の兵を率いて神室の難を助けに参りましょうと申し出た。その許しを得て縁が定めた、郷土縁が定めた、違うな。その許しを得て縁が鎖国城に帰ると、仙羅は縁を押して大善舞とした。20日ほどの間に参集した者が5万人に達したので、縁は李石に都を定めた。郷土新国人の別なく、縁に帰復する者はますます多くなった。そこで国号を定めて漢と言い、漢王と称した。縁の兄弟の子に陽というものがあったが、生まれつき眉が白く、目に赤い眼眶があって、幼少の頃から利発な上に、幼少の頃から利発な上に、胆力と度量とがあり、また読書や作文を好み、弓術は愛されず、弓術は厚さ七寸の鉄の板を射抜くほどの力があった。陽もここに至って縁の武将となった。注釈。眉白いって、白眉って、ねえ、馬陵もそうじゃなかった？なんかあるんですかね。300騎の弓を引く。これ引くって読むんですね。愛しいという弓。弓の引力っていうの、引く力を昔は石、金などで測ったが、300金というのは普通の弓の2倍に当たるから二人力となる。いわゆる二人張りとかいうやつなんですかね。それから銃叢。縁の十祖、祖父母の兄弟を言う。次に偏子、偏子、偏は一般の戸籍に編入すること、平民。次、縁として、これ、たちまちという意味。それから、提伏する。かなえのごとく湧く、これですね。かなえの湯が湧き立つように大いに乱れる意。それから、もうちょっと読みますか。変だな。ここに至って縁の章となる。どうすること、鉄をどうすることの道、通すと読むのかな、これだけだったら、貫くという意味、洞窟の道じゃないんですね。それから、ここ抜かして続きいきます。派生の帝、李徳、はじめ、流民を率いて蜀にいる、潤月にして周二万、高官により進んで征討を攻め、獅子、羅生の破るところとなり、その首を切らる。弟、劉、代わってその周を領す、勢いまた盛んなり、劉死す。弟、劉代わり、攻めて羅生を走らせ、征討にいる。
ここに至って自ら政党を図書をす。先皮の母妖怪武帝の時よりすでに仇をなす。すでにして下る。もって先皮の都督となす。甲斐、甲を生む両党より移って都賀におり、また大極城に移る。帝の世に帯、母妖の部、いよいよ盛んなり。ここ、次のところも読んじゃったんですね。長谷軍の帝族の李徳というものは、初め諸国の流民を引き連れて蜀に行ったが、10ヶ月ほどの間に人数が2万人に達し、甲賀軍を根拠とし、ね、えー、根拠として進んで成都を攻めたが、獅子の羅生に破られて首を切られてしまった。弟の劉が代わってその人数を指揮し、その勢いが再び盛んとなった。劉が死んで弟の劉が代わって首領となり、羅生を攻めて敗走させ成都に乗り込んだ。そこで自ら成都王と称した。先皮の姓は母妖、名は、甲斐というがものが、武帝の時からすでに中国に入行していたが、やがて降参したので武帝はこれを先皮の都督にした。なるほど。甲斐は、これ難しい字ばっかりですね。甲を生んだ。甲は、スメラギの光ということですね。甲は両党から移って都賀にいたが、また大極城に移った。慶帝の世になってから母妖の一族がますます盛んになった。鮮卑というのは蒙古の東部東にいた異民族、それから流民、流れる民と書いてありますが、流浪の人民、流浪の、そういうぐらいの意味なんですかね。続き。先皮の作刀を托跋し、これより先、致死あって真にあり、武帝、やり返す、すでにして托跋旅費、またその子を遣わして入行せしむ、旅費死す。五、死つ六、間立つ。ちょっと待って。五、死つ六、間立つですか？ちょっと待って。死つ、ことごとく。帝の世に及んで、作刀、国を分かって三部となす。一つは上国の北におり、六官自らこれをすぶ。こう、子通六官立つんですか？ そうかな？六官。いつは大軍、三公派の北におり、兄の子、伊田をしてこれをすべしむ。いつは帝城の政略五条におり、伊田の弟、伊良をしてこれをすべしむ。新人のつく者、やや惜しい、伊田、幕を渡って北巡し、西の方、諸国を略す、下りつく者34国、托跋氏の盛んなる、ここに始まる、異敵、化を乱るの災いは、皆寛義、秦の間に放月して、帝の世に至って、中国の大乱に乗じて、初めて世母に怒れり。帝在位17年、改元することを後、元寇、永寇、大安、永寇、後期という、大帝立つ、これを後海皇帝となす。鮮卑の一種族である作刀の托跋氏は、これより以前に子を人質として秦に入れていたが、武帝はそれを本国に送り返してやった。やがて托跋力美はまた、托跋 言いにくい、またその子を遣わして秦に入行させた。托跋力美、
力弥が死んで、この出禄官が後を継いだ。出禄官って名前なんですか。慶帝の世になって、作東は国を三部に分けた。その一つは上国の地にいて、六官が自らこれを統治し、一つは大軍の大軍の三号派の北にいて、六の兄の子、イタに統治させ、一つは定城の西洛古城にいて、何でしたっけ。イタの弟のイロでしたっけ、に統治させた。そうですね。新人で彼らに付き従う者が次第に増えていった。板は砂漠を渡り、北方を巡り、西方に向かって諸国を侵略したが、降伏し、帰属する者が30国余りに及んだ。托跋氏が盛んになったのはこの時からである。異民族が中国を乱す災いは、ことごとく漢魏から晋にかけての時代に刻しているが、慶帝の時代になって中国の大乱に乗じて、初めて四方から起こったのである。すなわちこの時、鮮卑強度、丁、強、血の五種の個人が相次いで起こり、中国を乱したので、これを五胡の乱と言っている。帝は在位17年、年号を改めること5回で、元寇、永寇、大安、永寇、後期といった大帝が位についた。これを崩壊皇帝という。托跋氏。作刀は鮮卑の一種族で、頭髪を縄で編む風習があるので作刀といった。次に、魏晋の間に崩御し、これもなかなかかっこいいですね。工業の方というのは草木の芽で芽生え、それから宝月の月は飛行場へ、それから物事の兆しに用いる。そんな感じ。崩壊皇帝名は氏、慶帝の15年にあたって武帝の子25人、慶帝相ほふるのあまり損する者3人のみ。氏はその一人なり、いつなり、もとより学を好む、故に立って大帝となる、ここに立って即位す。崩壊皇帝は名を氏といった。慶帝の15年には武帝の子は25人もあったが、兄弟が互いに殺し合った結果、生き残った者は3人だけであった。やばくないこれ。氏はその中の一人で、平素から学問を好んだので、大帝に立てられていたが、この時になって帝位についた。正統の理由は、自ら帝と称し、国号を正と言った。ちょっと行き過ぎた。いかんいかん。正統を理由、帝と称し、国を正と合す。ここまでですね。次。漢首劉淵、帝と称し、移って兵糧に都す。その子、宋及び赤六らを使わして、秦の内軍を攻め、
関主、関主、関の主。ここからですね。関主の龍炎も自ら帝と称して李石から移って平陽の地に都を定めた。その子の宗や秦の赤禄らを使わして秦の内地の諸郡を攻め、洛陽にまでも進ませた。禄は赤禄でしたっけ？赤禄。武教の傑という一民族であった。これより以前ある時、洛陽へ行き、城東門、上の東の門に寄りかかって、ただ一人口笛を吹いていたことがあったが、おっと、ここはまだ読んでいない。いいのか、嘲笑す、関守龍炎。ここ読んでないですね。関守龍炎、帝と称し、移って平陽に都す。その子宋及び赤禄らを使わして秦の内軍を攻め、もって洛陽に至らしむ。禄は武教の傑人たり、これより先かって洛陽に至り、城東門によって嘲笑す。王炎、その意あるを知る。後功をなし、すでにして漢滅ぶ。続きからいきますね。関守の龍炎も自ら帝と称して李石から移って平陽の地に都を定めた。その子の宋や秦の赤禄らを使わして秦の内地の諸郡を攻め、洛陽にまでも進ませた。禄は武教の傑という一民族であった。これより以前にある時、洛陽へ行き、城東門に寄りかかって、ただ一人口笛を吹いていたことがあったが、そこを通りかかった王炎はこれを見て赤禄に謀反心のあることを見抜いた。どうしてなんだろう。この嘲笑というのが、長くこう口笛を吹くみたいな感じみたいなんですけど、声を長く引いて口笛を吹く。普通の口笛とも違う。嘲笑をなさず、何でしたっけ、ただなんとかのみとかってね、三月期にも出てきますね。それから、意がある、異なりがある。意あるを知る。この異なる志、すなわち謀反心の心があること。なるほど。次、関守遠出す、故可達。そう、しいしてこれに変わる。関守の龍炎が死ん、龍炎じゃない、あ、龍炎でいいですね。龍炎が死んで、この可が立った。そうは兄の可を殺し、自らこれに変わった。次、太傅、東海王を得つ、兵を使わして行って宿へせしむ。よって使いを使わし、右撃をもって天下の兵を召し、行って助けしむ。えつ自ら兵を率いて赤禄を討ち、軍に出す。禄の兵えつの軍を破り、大尉王炎らを捕らう。炎自ら言う。若きより間者、間情なく世人あずからずと。禄曰く、我天下をめぐること多けれど、いまだかってこの範囲の人を見ず、なお損すべきかと。ある人曰く、彼皆秦の王侯なり、ついに我が世をなさじと。赤禄曰く、しかりといえども、必ず加うるに法人をもってすべからず。夜人をして火器を廃してこれを殺さしむ。太傅の東海王エツは事態の急なのを見て、兵を派遣して宮中に入って護衛させた。そこで使者を使わし、宮用の海上を飛ばして諸国の兵を徴収し、都に入って天子を授けさせた。エツも自ら兵を率いて赤禄を討ったが、軍中で病死した。
さて困ったぞ。小瓶工程で最後。すいません、ここからもう一度。大夫東海を得つ、兵を使わし、一手祝栄せしむ。よって使いを使わし、右撃をもって天下の兵を召し、一手助けしむ。得つ、自ら兵を率いて、赤六を打ち軍に出す。六の兵、得つの軍を破り、大尉王延らを捕らう。延自ら言う。若きより、官上なく、世事に預からずと。六曰く、我天下を巡ることを多けれど、いまだかってこの範囲の人を見ず、なお損すべきかと。ある人曰く、彼皆、真の王侯なり、ついに我が世をなさじと。六曰く、しかりといえども必ず桑折に法人をもってすべからずと。夜人をして火器を排してこれを殺さしむ。大夫の東海王悦は事態の急なのを見て、兵を派遣し九州に行って護衛させた。そこで使者を使わし、急用の海上を飛ばして諸国の兵を徴収し、都に行って天使を助けさせた。越も自ら兵を率いて赤緑を打ったが、軍中で病死した。六の軍は越の軍を破って、大尉の王延らを生け捕りにした。六の尋問に対し、何とか死を逃れようとして、王延は自ら言い訳をして、自分は若い頃から仕官の心がなく、世間のことにはとんと関心がござらぬと述べた。六が罵って言うには、身は大尉の住人にあり、君の名声は視界にとどろいている。今更仕官の心がないとは言わさぬ。真の天下を滅ぼす者は君ではなくて誰かと。他の人々は死を恐れていろいろと陳述をしたが、ただ一人常陽王の範は、神職が変わらず、今日のこと、一死あるのみと、その態度がいかにも堂々としていたので、六はそれを見て、自分はこれまで広く天下を歩き回ったが、こんな立派な人を見たことがない。やはり生かしておいた方がよろしかろうかと言った。これに対してある人が、彼らは皆真の王侯貴族であるから、結局は生かしておいても我らのためになりますまいと言った。しかし六は、そうは言うものの、決して刃物を持って危害を加えてはならないと言い、そこで夜人に土塀を押し倒させて殺してしまった。どういうこと？ショーっていうのが土塀のことですかね。火器と呼んでますけど、この灰、灰して、灰石の灰ですね。押し倒すこと。続き。艦首相、孔延安を遣わし、兵に将として洛陽を攻めしむ。劉陽、王備、赤六皆返す。ついに洛陽を陥れ、兵を捕らえて兵庸に送る。ついで殺さる。艦首の僧は、孔延安というものを派遣し、兵に将として洛陽を攻めさせた。劉衛、王備、赤六らの軍が皆これに合流したので、ついに洛陽を陥れ、帝を捕らえて兵庸に送った。間もなく帝は殺された。帝在位6年、改元することを一英華という。新王長安に立つ。これを後明皇帝となす。帝は在位6年間で年号を改めることを一回英華と言った。新王が長安で即位をした。これを後明皇帝という。先ほど1個読み残した右撃を持って、右撃というのは鳥の羽を挟んで、子宮の意味を
示した会場。あ、なんかそんなの何回か出てきたね。それから、感情なく、宦官の宦になってますけど、まあ、司の宦と一緒ですかね。役人になろうと願う心、出仕を思う情。ある人曰くのある人は、まあ、校長という人。続き、後便皇帝。後便皇帝名は行、呉王安の子、武帝の孫なり、秦王に保ぜらる、洛陽すでに陥り、殉藩、王を奉じて巨匠に走る、時に、年十二、すでにして作地迎えて幼衆にいる、獅子、加賀ら、奉じて皇太子となし、高台を立つ、唐我を殺す、菊院、幼衆を領す、海底の教文至る、王長安に即位す。後便皇帝は名を行という呉王安の子で武帝の孫にあたる。秦王に奉ぜられた。洛陽がすでに陥落したので、四空の巡藩は王を奉じて巨匠に走った。王は時に年12歳であった。そのうちに作珍が王を迎えて幼衆に行った。獅子の、これで、餓鬼でしたっけ？かが、全然違うよ。これがって読むのか。全然知らなかった。こがと振ってますが、かが、りくか、かがの方がいいと思うな。はい、それで、獅子の加賀らも王を奉じて皇太子とし、安西省を設けたが、賊が加賀を殺したので、菊従が代わって幼衆を支配した。折から海底殺害の凶報が至ったので、秦王は長安で位についた。なんということだ。次、赤緑赤黄を使わして行を攻めしめ陥れて、これによる。赤緑は甥の赤黄を派遣して行を攻めさせ、赤黄が行を陥れると、そこに根拠地を置いた。漢しばしば長安にあだす。菊院作珍しばしばこれを破る。いまだ幾ばくならずして、漢の兵しきりに諸君を陥れて長安に迫り、まず外城を陥る。菊院作珍退いて少女を守り、内外断絶す。城中うること甚だしい。帝いでて下る。漢の将劉曜兵庸に送る。僧軍心を供し、帝に命じ誠意をつけて。うわー、悲惨。なんという、これも一種のアルハラみたいな感じですかね。誠意をつけて酒を行い、酌を表しめ、また害をとらしむ。後に害に応、帝在位4年、改元することを一憲行という。でも12歳でしょ？まあ16ぐらい。置いといて。改元することを一憲行という。精神は武帝よりここに至るまですべて市政。52年、牢屋を検校に立つ。これを中宗元皇帝となす。なんか、漢が入庁するっていうと、漢だからこっちが正統みたいな気がしちゃうけど、全然違うんですよね。中国じゃない、中国人じゃないっていうか、まあ、この人たちの感覚から言ったら。漢はしばしば長安に入校した。菊従や作珍はしばしばこれを打ち破ったが、間もなく漢の兵は、そこに根拠、え、ちゃちゃちゃ、漢の兵は引き続き諸軍を陥れて長安に迫り、まず外城、外城を陥れた。菊院や作珍は退いて内城を死守したが、内外の連絡が絶え、そのため食糧が尽き果てて、城内はひどく飢餓に苦しんだ。
帝はついに城門を出て降伏した。甘藷の劉曜は帝を兵糧に送った。宋は戦勝を祝して軍神を供応した。帝に命じ、戦者の着る、卑しいものの着る青色の衣を身につけて酒の酌をさせたり杯を洗わせたり、また帝に日よけの絹笠を持たせたり、散々恥ずかしめられた挙句に殺害されてしまった。帝は在位わずか4年間で年号を改めること1回、献香といった精神は武帝からここに至るまで合計4世、52年であった。その後、牢屋王が兼業で即位した。これを中宗元皇帝、中宗元皇帝という。なかなかひどい話。加賀という、この加という、ここね、こって振ってますけど、はい、どこでしたっけ？ここですね。で、これは国の名または人の姓の時の音は「か」。この次の字ですね、2文字目の引きみたいな字、布とか数える引きみたいな字ですが、人の名前の時は音はが、この引きみたいな字は雅のがの故字、古い字みたいですね。初めて知った。それから経文至るの経文は死んだ知らせ、それから青い衣、誠意をつけ、青い衣、卑しいものの着る青い衣。あ、でも、青い頭、相当っていうのも言葉もありますね。次に、室外、害をとらしむというのは、馬車で外出するとき使用する日よけの絹笠を持たせること。いや、ひどい話だね。こういうことしなくてもいいのに。ということで、ちょっと途中危ういときもありましたが、なんとか読み終わりました。芝居、芝生、武帝ときて、その武帝の子供が、慶帝、二代目の慶帝、あるいは三代、目の将、海帝、この人たちは、武帝の子供ですね。それから、敏帝という、後敏皇帝、今の最後の帝が、そのさらに、慶帝、海帝の兄弟の子供にあたるというわけで、精神の整形でございます。以上で18略終わります。精神終わりで、次が、五感じゃないね。次がですね、頭感からになるのかな。ちょっとなんか、これ上下2巻組になってるんですけど、下巻の方がめちゃめちゃ熱い気がするのは気のせいかな。作品が載ってるから、その作品の分が熱くなってるんだと思うんですけど、でも熱いですね。今のところでだいたい500ページぐらいあって、こっちは600ページある感じですかね。もうこの辺から方針はいいとして、南北朝とかぐちゃぐちゃしてくると思いますけど、五代とかね。 異民族が入ってくるとやっぱりこうごちゃごちゃしてくるんですけれども、でもそのやっぱりあたりって時代の激動期なので、面白いといえば面白いのかな。中国の小説の人、なんていう人でしたっけ、金曜、あの人なんかもそういう移り変わりの時代をいつも書いてるんじゃないかなと思います。とりあえず以上でですね、18役の牧野さん終わる。ここでですね、一旦少し休憩を入れて、また1週間ぐらい休憩を入れて、それから、
第4巻に入っていけたらと思っています。それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウ。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。